初めから。私、松島みちる14歳、ただいま青春真っ盛りの中学2年生。実は私、恥ずかしながら人気大爆発の国民的トップアイドルやらせていただいております。終了いたしました。ただいまより撤収作業を行いますので、皆様スムーズなご退場にご協力お願いいたします。またお店の前にたまりますと近隣住民の方のご迷惑になりますので、絶対にお店の前にたまらないでください。もしたまっていたら信じられないぐらい辛いお仕置きとなります。イッホー、お仕置き最高だよ、ぜひ望むよ。ああ、どんなものだろうな。その人だけ引くぐらいの増税です。おう、思ってたお仕置きと違う。生きにくい世の中。みちる様、お疲れ様でした。はい、これスポーツドリンクです。ありがとう。もぐ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 。あ、スポーツドリンクを渡そうと思ったのに、うっかり間違えてスポーツどんぐりを渡してしまいました。なんという酷事。国字って字面が似てるだけじゃない。ものとしては全然違うわよ。それなのに躊躇なくどんぐりを飲んでしまうみちる様のチャレンジ精神は評価させていただきます。そもそもスポーツどんぐりって何なのよ。まあまあ、間を取ってどんぐりドリンクをごおくりごおくりとどうぞ。
ありがとう。まずい。火の塊の味がする。だろうな。それはさておき、今日のみちる様もとっても素敵でしたよ。MC でやたらと金銭について言及する姿もハングリーで、この小峰幸感服いたしました。しょうがないじゃない、社長にお金のことはしっかり伝えなさいって言われてるんだから。そしてあの見えそうで見えない風を装った完璧に丸見えなパンチラなど、昨日今日でできるテクニックではありません。ちょっと待って、サチ。今なんて？ですから、あの完璧丸見え無料パンチラサービスなど。見えてた？見えない角度で踊ってたはずなんだけど。なんと、ミチル様、それは愚かなること馬のごとしです。見えてましたよ、グリーンの島パンが完全に。本当に復活だった。あと今急に馬をディスった。なんで？いえ、気のせいです。ともかくパンツ、お客さんには見えてなかったよね。見えたの、ステージ袖にいたサチだけだよね。それは…ヘイ、ミチル、今日も最高だったよ。君はとっても美しいよ。ありがとうございます。振り付けのあの動き、キュートだった。思わず恋してしまった。アイドルとしてじゃなくて、一人の少女としての君にね。もし君がアイドルじゃなくても恋に落ちていただろうし、他の世界の住人だったとしても必ず巡り合ってこの気持ちを伝えていたと思うよ。それはいいんですけど、今日のステージでそのなんか見えてました？何か、何かってなんだい？はう、それはその詳しくは言えないんですけど、万が一何かが見えてたら教えてほしいなって思って。そうだな。心配することはないんじゃないかな。大丈夫だよ、ミチル。全然気にすることなんてないよ。はあ、パンツ以外は何も見えてなかったよ。ギャー、やっぱり見えてた。やいお客様、イベント終了のお時間です。申し訳ございませんが、さっさと回れ右して山にでもお帰りください。おう、アサコ、ごめんよ、別に変なことしてたわけじゃ。お出口はあちらでございます。はい、5、4、3。オーケーオーケー、ミチル、僕は他の現場回さないといけないから、次回のライブで会おうね。はいはい、またのご来店お待ちしております。やっと出て行ったか。松島よ、そんなに分かりやすく動揺してどうした？まるで鳩が3点バーストで豆鉄砲を食らいそうになったから塹壕に飛び込んだら、そこにグレネードを投げ込まれてパニック状態に陥ったものの。そうか、これは全部夢だ。
夢なんだ。と、現実逃避した瞬間に爆発してコッパみじんになったような顔じゃねえか。それってどんな顔なの？あいつらいつも同じ顔だし、結果的には普通の顔か？鳩の顔の話はさておき、麻子さん、みちる様と来たらライブ中にパンチラしたぐらいでこの落ち込みようですよ。見てください、この馬面。パンチラ？あんなに短いスカートで客より高い場所にあるステージで飛んだり跳ねたりしてんだ。見えない方が不思議だろうが。むしろ自分から見せてたんじゃなかったのか？見せて興奮するド変態だとばかり思ってたぞ。変態なんかじゃないです。そりゃ万が一のために店パンとか履いてる時もあるけど。店パン、ミセスパンダの略ですね。いるのか、パンダがこの付近にか？違います、見せてもいいパンツのことです。見せてもいいパンツ、ああ、死んでもいい兵士みたいなものか。ちょっと違うけど、多分そうかな。だがな、松島、一人とて死んでもいい兵士などいないぞ。あれれ、兵士の話なんてしてたっけ。まあその今日はステージ用の店パンを忘れてしまってマジパンだったのです。マジパン、マジックができる器用なパンダの略ですね。いるのか、この付近にあの白と黒の可愛らしいやつがいるのか。だからいないですってば。そもそもマジックできる器用なパンダなんているわけないでしょ。え、いるの？ふふふの、ふ、何しろ世界は広いですから。あー、それ見たい。そうじゃなくて、マジパンはつまりマジなパンツのことよ。いつも履いてる普段の。減るもんじゃあるめえし、気にすんなよ。さ、清掃の時間だ。そこをどけ。はいはい、みちる様、お掃除の時間ですからお邪魔ですよ。どけどけ、どけこら。あー、恥ずかしい。しょぼーん。客がいないとはいえ、店でそんな辛気臭い顔されても迷惑だ。気分転換に散歩でもしに行ったらどうだ。場に甘えて今日は早めに上がらせてもらいます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またな。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。第1話、アイドルかつ魔法かつ少女。マジパン見えちゃってたか。次からは対策を。それにしてもマジックパンダ見てみたい。上野の動物園とかに来てないかしら。
メダメ、元気出さなきゃ。私、松島みちる14歳、ただいま青春真っ盛りの中学2年生。実は私、恥ずかしながら大人気のトップアイドルやらせていただいております。というのは嘘だ。まだまだド新人で全く売れておりません。 CD を出しているわけじゃないし、テレビに出演できるわけじゃないし、同じような境遇のアイドルが集まる地下のイベントで毎週毎週ライブをやっているだけ。しかもオリジナル曲はほとんどないので、その曲をカラオケで勝手に歌っています。お客さんは多くて10人くらい、少なくて2、3人かな。そんな人たちの前でカラオケで歌うだけって、これって本当にアイドル活動って呼べるんでしょうか。むしろどっか解散のお花見の方が盛り上がったりしてるんじゃないでしょうか。ドドミちゃん、ちょっとお約してーなんて。ステージの後に物販でお客さんと一緒に写真を撮って、握手しておしゃべりして、それがライブ時間より圧倒的に長いんです。もちろんそれはそれで楽しいからいいんだけど、このままずっと同じ生活が続くんじゃないかと怖くなる時があります。いつか立派なアイドルになって、みんなに勇気と希望を与えたい、こう思うんです。かつての私がそうだったように、トップアイドルになれますように、トップアイドルになれますように、トップアイドルに。あー、何よ、3回言えなかったじゃない。っていうか、流れ星って一瞬だから3回とか無理じゃない。誰が言い出したのよ、3回って。1回でいいでしょ。あ、まさかの？売れたい売れたい売れたい！トップアイドルになって国民的な人気を得て、それでテレビとかにも出て、うわー、また光った。それで人々に夢と希望を。うわー、流れすぎじゃない。なんでこんな流れてるの。ちょっと数は多いけどすぐ消えちゃう。アイドルになって人気者になって、おお、ひときわ光ってる。あれなら願い事ちゃんと言えるかも。トップアイドルになって、みんなの人気者になって、テレビで話題になって、そんで憧れの人と同じステージに立てますように。トップアイドルになってみんなの人気者にって眩しい。はい。
ちゃん。誰？もしかしてみちるちゃん。ちゃんみちる。あ、魚介人っぽい。今のは、なんだ夢か。うい、びっくりした。完全に死んじゃったかと思った。よかった。今日も私は健康体です。ぼやっとしたものと同化して寝袋みたいになってるじゃないの。やだ。もしかしてこれって忍法寝袋の術？私、伊賀なの、甲賀なの？そこが重要よね。ちょっと考えましょう。伊賀か甲賀か甲賀か伊賀か。どっからどう見ても死にかけてるじゃない！周りもめちゃくちゃ。どうしよう。私このまま死んじゃうの？まだヌガー食べたこともないのに。いや、先週サチが作ってくれたからヌガーは食べたことあったか。ならいっか。よくないわよ。なんでヌガーに生死を左右されなきゃいけないの？そもそもヌガーって何だったのよ。ヌガなってるし、魂もビローンって出かかってるし。逆にこれで大丈夫ってどうしてその判断になったの？割と元気そうだしにゃ。そりゃこっちはね、今喋ってる魂的なこっちの私はギャーギャーやってるけどね、そこで白目向いてる方の私はくりとも動いてないじゃない。そんなことない。めっちゃ小刻みに震えてるにゃ。ぷぷ
声出ちゃってるじゃないのよ。笑うなよ、今のこの感じでさ、まったくもう。うーばー、変な声出た。ねえ、今のが噂の断末魔ってやつじゃないの。仕方ないな、確かに原因の一部はこっちにあるにゃ。一部？十ゼロよ。おい、かるか。それじゃあ、このステッキを使うしかないにゃ。うるさい小娘だな。さ、じゃあ今から魂を体に戻すにゃ。目を閉じて歯を食いしばるにゃ。なぜ歯を？いいから、今から不思議な体験をしてもらうにゃ。不思議な…ありがとうございました。ではいらんにゃ。そりゃそうよ、十ゼロだからね。猫が喋ってる。うるさいにゃ、小娘に構っている暇はないのにゃ。こっちは一刻を争っているにゃ。するから待ってて。分かった、待つにゃ。
あ、もしもし、サチ？ちょっと聞いてよ。今ね、何見たと思う？え、ルガー？え、改良型の新作？それって美味しいの？ああ。へへへ、本当に？あ、じゃあ今度食べる食べる。うんうん。あ、ダージリンで大丈夫。じゃあまたね。あいうえおきく、あ、そんなに、こっち、今の無駄な会話は何だったのかにゃ。さよね、邪魔した理由を忘れたのよ。あ、もしもし、サチ？ごめんね、何度も。あのね、今ね、何を見たと思う？大量の流れ星？それもそうなんだけど、なんと今目の前に喋る猫がいるのよ。え？いや、そうじゃなくて、確かにいるけど、あれはほら、無理やり言葉に聞こえてますよってだけでしょ。飼い主の異常な愛情が怖くて喋ってないですよって指摘できないやつでしょ。あれじゃないのよ、はっきり喋るのよ。証拠？いいわよ。ねえ、あんた、サチに話してみてよ。話す？連絡を取ると言うからどうするのかと思ったら、もしかしてその小さな箱が通信手段なのかな。それにしては魔力を感じない。いいから早く。にゃ、あ、もしもし、あ、どうもですにゃ。え、ヌガ？ちょっとよくわからないにゃ。いらないにゃ。にゃ、にゃにゃ、にゃ。はい、どうも、はい、どうも、はい、どうも、にゃ。ありがとう。ねえ、サチ、喋ってたでしょ？本物なのよ。え？猫である証拠がない？疑うの？それってひどくないですか？ゴビがニャーだったじゃないですか。あ、切られた。小娘、その箱はどういう原理で。ああ、もう、写真撮ってメールで送るから黙ってて。写真？そうそう、はい、チーズ。これを送ればきっと信じてくれるはず。ああ、無理か。これじゃただの猫の写真だもんな。ならばいざ動画で。もしや僕の姿をその小さな道具で一瞬にして記録したのかにゃ。え、そうよ、見る？100モードで撮ってあげたわよ。先ほどまでのご無礼、失礼しましたにゃ。まさかこのように複雑なことを魔法なしで簡単に行ってしまうほど力を持つ者がこの世界にいたにゃって。うん、ま、魔法？何言ってんの？頭大丈夫？そこで、折り入って話があるにゃ。結論だけ言うから、ちゃんと聞くにゃ。まあ聞くだけならいいけど。今この世界に危機が迫っているにゃ。このままでは世界が滅びてしまうかもしれないにゃ。そこで世界を救ってほしいにゃ。大胆な展開の海外ドラマ見すぎじゃないの？それか
ネットでオカルト情報を読みすぎ。世界の危機なんてね、そうそうあるものじゃないのよ。冗談で言ってるわけじゃないにゃ。僕に協力してくれないとこの世界が大変なことになってしまうにゃ。あ、はい、ですか。じゃあ他を当たってもらっていいですか。どうしてなのにゃ。君の暮らすこの世界がまさに今終わろうとしているにゃ。正直ピンとこないし。そういうこと言って壺とか高額で売ってくる人がいるから気をつけなさいって先輩に言われたし。壺なんて売らないにゃ。僕はただ君に欲しいだけにゃ。魔法少女。そうにゃ、魔法少女にゃ。そういうこと言う人についていくと、いけないビデオに出演させられて、いけないことする羽目になるから気をつけなさいって先輩に言われたんだけど。うわ、その先輩、僕は騙してるわけじゃないにゃ。全ては真実にゃ。もしそれが真実だとしても、私に世界を救うことなんてできないわよ。さっき写真撮った携帯だって今の人はみんな持ってるし、簡単にできることなのよ。分かったら帰りなさい。みんな持ってる。この世界の住民はみんながそんな力を持ってるのかにゃ。そうよ、お子様からご老人まで。バーカバーカ、最初からそれを言うにゃ。だったらお前みたいな小娘じゃなくてもっとちゃんとした人を探すにゃ。あんた態度急変しすぎじゃないの、猫。うせばーか、バーカバーカ。猫にもゆとり世代っているのかしら。まあ、いっか。感じがするんだけど、ゆるいのよね。ああ、ザーサイ食べたい。